はい、今回 NMB48 初の恋愛アプリということで、いや私はもうファンの皆さんのことが大好きなので、この恋愛アプリでいつもファンの皆さんに大好きだけど、やっぱり恋愛はできないので、ここで皆さんといっぱい恋愛できること楽しみにしてます。いっぱい私に恋してください。